イエローストーン国立公園、イエローストーン国立公園、イエローストーン国立公園、ジェロストーン、ナショナルパークは、アイダホ州、モンタナ州、およびワイオミング州に位置するアメリカ合衆国の国立公園である。八百七十二年に世界初の国立公園に指定されており、ワイオミング州北西部を中心として三千四百七十平方マイル、8980、 警報キロメートルにわたる。この国立公園には様々な間欠性や汚染、地熱による観光スポットが散在していることで有名であるが、グリスリーやオオカミ、アメリカバイソン、バッファローやワピチ、エルクの群れが生息していることでも知られる。ここは地上に残された数少ない手付数の巨大温帯生態系の一つであるエローストーン圏生態系の中心になっている。 アメリカで最も人気のある国立公園で2015年には410万人の観光客が訪れた。イエローストーン地区は北アメリカ大陸最大の火山地帯である。2015年現在数百カ所から熱水を吹き上げている。2014年には1900回以上の地震を記録した。イエローストーン火山の根源となるホットスポットは近くに固定されているが、 イエローストーン国立公園を乗せた北アメリカプレートは南西方向に1年間に約4センチメートル移動しているのでイエローストーンの南西方向にはプレートの動きに並行して多くの噴火鉱石が存在する最古の噴火鉱は1800万年前のものであるイエローストーン国立公園では1890年以来温泉や 完結線で大やけどを負うなどして少なくとも22人が死亡している。巨大カルデラの形成を伴う超巨大な噴火が約210万年前、約130万年前、約64万年前の計3回起きたことが知られる。最後のカルデラ噴火は64万年前であるが、その噴火は比較的小さな噴火であったにもかかわらず、 セントヘレンズ山の1980年の噴火の1000倍の溶岩が噴出し、火山灰の地層はメキシコ湾に達する範囲で観察されている。直径6 0トルの河口が形成され、1 5 0 0トル離れた場所でも3ルの火山灰が堆積し、現在のアメリカ合衆国の面積の半分を覆ったとされる。 210万年前の噴火では、の南側長さ 80km の部分が吹き飛び、噴火後は、カルデラ内の平地となった。それ以外にも小規模な噴火は、約7万年前まで続いたが、その後は噴火は起きていない。アメリカ地質調査所は、2004から2006年にかけて、イエローストーン公園の東西 80km 南北 30km の範囲で地盤が、 最大12センチメートル上昇したことを報告している。これはそれまで観察されなかった現象で、その後も地盤の上昇が継続している。アメリカ地方紙デンバーポストは、米国地質観察局のリーズ地質科学者が、1999年にイエローストーン公園内の湖の底で高さ30メートル以上、長さ700メートルの巨大な流起を発見したと伝えている。 ノリス間ズ泉地帯は最も人気がある観光スポットだったが地面の温度が100度を超えた地点が出たり新しい間欠線が出現し遊歩道まで熱泥が溢れ出したため2003年に立ち入り禁止となった。2015年に発表されたユタ大学の過去4万5000回の地震を解析した研究ではイエローストーンの地下2 0トルから5 0トルまでに 東西 80km 南北 40km 溶石は約4.6万 km の世界最大のマグマだまりがあるとされホットプルームからのマグマの供給を受けているそのマグマだまりに貯蔵されたマグマはカルデラ直下にある別のマグマだまり1万 km 入るこれらの推定は研究者がそれまで知られていたものよりも深い場所にある マグマだまりに原因があると考えていたイエローストーンから毎日放出されていた45トンものに酸化炭素の説明にいて重要である。イエローストーンは60の70万年前後の周期で巨大噴火を起こしており、前回の巨大噴火よりすでに60万年が経過しているので、いずれ近いうちに巨大噴火が起こることが予想されている。噴火の規模は最悪ピナツボさんの噴火。 1991年の100倍以上の規模になるとされる。ユタ大学イエローストーン火山観測所のボブスミス所長によれば、超巨大噴火が起きた場合、イエローストーン国立公園は完全に消えてなくなるという。イギリスの科学者によるシミュレーションでは、もし破局噴火が起きた場合、3から4日内に大量の火山灰がヨーロッパ大陸につき、 米国の75%の土地の環境が変わり、火山から半径 1000km 以内に住む90%の人が火山灰で窒息死し、地球の都市平均気温は最大10度下がり、その寒冷気候は6年から10年間続くとされている。この地域と人との関わりは1万2000年前にまで遡り、地域内の大峡谷周辺の鉄分を含む黄色い、 石の存在から、インディアンたちに、ミ三エイダジ、黄色い石のある川のイとして知られていた。黄色は一般に信じられているように、養分の色ではなく、熱水作用によって変色した鉄分の色である。イエローストーン地区で産出される、黒曜石は、一体で狩猟していたインディアンたちによって、石属やナイフとして利用されていた。 それらは遠くミシシッピ川周辺でも発見されており、イエローストーン周辺で生活していた部族と、はるか東方の部族との交易を示唆するものとされている。1806年にルイス・アンド・クラーク体験隊を離れて、漁師たちに加わった元隊員のジョン・コルターが、ヒインディアンとして初めてこの地域を訪れたとされている。その後、黒族とブラックフット族の戦いに巻き込まれておった。 重症の床で、彼はこの地を、人用の地であると従解した。しかしこの地図は熱に侵されていたための上ごとだと、捉えられ、人々はその土地のことを、コルターの地獄と呼んだ。1857年に、イエローストーン地区を探検したジム・ブリチャーは、沸騰する泉や空高く飛び出す水、ガラスや、黄色い石でできた山のことを人々に話したが、 ブリッチャーはホラブ機として通っていたためにほとんど信じてもらえなかった。しかし彼の話に興味を持った探検家検知室学者のファーディナンド・ヘイデンは1859年にブリッチャーとアメリカ陸軍測量艦のレーノルズを伴って2年の予定でミズりリ川上流の測量の旅に出かけた。一行はイエローストーン地区の入り口まで達したが豪雪のために先に進めなかった。 さらに南北戦争のために探検は中止を余儀なくされ、ヘーデンが探検を再開するのは11年後になる。モンタナ州測量長官ヘンリー・ウォーシュバーン、率いる探検隊は、後にイエローストーン国立公園初代管理官となったナサニエル・ラングフォードや陸軍派遣隊司令官グスタフ・ドーンと共に870年に1ヶ月間イエローストーン地区を探検。 地域の山などを名付け、標本を持ち帰った。1871年、ヘーデンは政府支援により、大規模な二度目の探検隊を率いて、イエローストーン地区に赴いた。ヘーデンは、イエローストーンの総括報告書をまとめ、その中には、ウィリアム・ヘンリー・ジャクソンによる写真や、トーマス・モランによる絵が含まれていた。このレポートによって議会は、 イエローストーン地区をオークションにかけて売却する案を変更し、1872年3月1日にユリシーズ・グラント大統領はイエローストーン国立公園を設立する法案に署名した。1872年に世界で最初の国立公園として指定される。1978年世界遺産に登録された。隣接する堀内。 リザベーションを持つ少々忍族、バンノック族などは、伝統文化としてのバッファロー狩りを19世紀末に、合衆国政府から禁止されてきたが、長年の要求運動によって1990年代に、狩猟権を回復し、現在、イエローストーン内でのバッファロー狩りを年に数度、行っている。20世紀前半に、平原狼が白人牧場主による、 組織的な駆除によって絶滅し、公園内の生態系のバランスが崩れていたが、周辺のインディアン部族の粘り強い復活生岩が,が、実り、1995年より、人間の手で生態系への再導入が行われ、生態系の再構築に成功した。この再導入は違法であるという判決が一時、下されたものの、控訴審で、その判決が覆された。ネペルセ族が要請を受け、 オオカミの管理育成にあたっている。バッファロー、バイソンやアメリカアカシカ、エルクは公園内に豊富に生息している。プロングホーン、北米カムシカやコヨーテはラマーバレー付近で頻繁に見かけられる。クマの数は多くはないが、それでもハイロングマは約750頭以上生息している。2010年から2015年の間に、 国立公園内で灰色グマに襲われて6名が亡くなっている。駆除によって絶滅した狼の再導入が1995年から実施された。大きく5つの地域に区分できる。この国立公園を記念して、と命名されたバーボンもある。この銘柄は他のバーボンよりも厚い木材で作った樽で熟成が行われており、禁酒法の時代には、 医薬品として販売されていたことでも知られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。